はい、皆さんこんにちは、ナッツでございます。今日はですね、降臨チャレンジなんですけど、滝見中だから一番下にやっていきます。一番下にやっていきます、おかしいね、一番下からやっていきます。で、昨日ツイッターでリクエストがあったんですけど、すごい面白いリクエストいただきました。一番下の滝見中はまあ適当にクリアして、その次からは滝見中でヘラクレス、ヘラクレスでイース、イースでトト&ソティスみたいな感じでね、こうわらしべ的にねクリアしていくっていう企画でございます。ただこの企画にはどっかで詰まる可能性があります。スルトでヘルとかね、ヘルでゴッドラッシュとかちょっと想像したくないんでね、その辺が怖いんですけど、まあもしできなくても、まあ、ヘルをサブに入れたりしてね、どうにかしてそのモンスター使ってクリアしていきたいと思いますんで、わらしべ降臨チャレンジということでよろしくお願いします。木と闇がないのであえてデュエルでいきたいと思います。デュエルのフレンドって悪魔がいいよね。バステとか、結局バステとか、木の悪魔、バステと、まあ、火で攻撃したくないからなるべくバステと嫌なんですけど、まあ、バステとしかない。あ、セルがおった。何故98レベルなんでしょうねスキルも僕より高いのに、なんで98レベルなんでしょうか。いきまーす。よし、溜まってるね、一応。どうすこい。で、リュエルだとちょっと不安ちゃ不安なので、サスケ。木と木でいいんでね。木闇で組む必要はありません。ただ落ち込んでそれ以上火力が乗らないので、そこだけ気をつけましょうっていうことですね。オーケー。なので今回アスタロドとかも持ってきてあります。逆に言えばここで何を消してもスキルが貯めれるっていうことですね。それはでかい。だからちょっと全員貯めてしまおう。こら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 俺1コンボしかしてないのにな。はい、右の方が溜まって、ライダー溜まって、サスケが帰って、来たね。誰で行こうかな。アスタロトだとちょっと重い。サスケくんで安定か。サスケくんで行きまーす。結局、帰ってきたそばからお仕事。2ウェイないとさすがにきついんじゃないのかな。大丈夫かな。もはや覚醒無効もはや覚醒無効状態。あ、いけますね。さすがにね、地獄級なんでね、さすがにいけますね。で、この火がいっぱいある盤面ではアスタロとフカヒでございます。で、あんまり必要以上に消さないっていうのが重要かもしれません。なんで 4-3 でなんとか倒せることを祈っております。いいね。逆に地獄級で耐えられたらもう恥ですね、それは。誰も暗闇耐性は持っていないので、まあ、ここは素直。あ、びっくりした。なんだと思った何かと思ったわ。パシーとか言うからで、デュエル使って4-4でいこう。初の4-4。まあさすがに倒せると思います。 OK。 ジャキさん、あ、もうボスか。で、竹見中田さんは、メイメイ柄の超級ガメハメハ。さすがに地獄級でもね、三色ダンジョンなんで、この人体力高いんですよね。まあでも、こんだけコンボすれば倒せるでしょう。そう、このパーティー、泥鏡あるのに、そんなに泥鏡を持ったモンスターがいないんで、そこがちょっと悲しいんですよね。よいしょい。お、ライダーが100万出ておりました。ということで、これで竹見中田ね。まあ、この竹見中田を使うわけではないんですけど、竹見中田を使って次回は、なんだっけ。ヘラクレスか。ヘラクレスに挑んでいくっていう感じですね。いや、面白そうだけど難しそうでもあるんでね、ちょっと頑張っていきたいと思います。闇ピーとコインですね。コインはもういくらもらったかわかんねえよ。いくら増えたかわかんねえもん。はい、ということで、まあ、次回以降もこのシリーズよろしくお願いします。まあ、今回でよかったね。前回、スカーレットとかあったからさ、ちょっと、ああいうのだと難しかったけど、まあ、今回はちょっと頑張ってクリア目指したいと思います。以上、ナッチでございました。バイバーイ。